大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー天久正和さんです。どうも天久です。お願いします, お願いしますよろしくお願いします。どうもね、三浦さん本当お久しぶりで。お久しぶりです。もう天久さんちょっと待てなかったのか、昨日も来てたっていう間違えてそうなんですよ、間違えちゃって聞いた、はい、昨日受付まで行ってで、なんかあのいつも対応してくれるあの受付のお姉さんが、はいとか電話口ですごい、うん、えって顔になってて、うん、あれどうしたのかなと思ったら、うん、明日じゃないですかって言われて年末ってバタバタしてるんで、はい、感覚がねちょっともう何曜日なんか忘れちゃうっていうのもあるでしょうね、うん、そうなんですよね、恥ずかしい恥ずかしい今日は合ってますからね、うん、間違いなく、ね、そうね、昨日持ってきた、うん、で要するにまあ今日話そうと思ったテーマもちょうどその毎年クリスマスが終わってから大晦日までの間ってなんかこう独特のテンションになるじゃないですか、なんかこうイベントが終わってあとこう年末正月に来るの待つだけっていう、で僕いつもなんかこの時期ってなんかよくアクション映画とかで川で溺れてたらどんどん川の流れが速くなってあのもう滝だっていう、あ、ありますね、滝に落ちる時のあの感じになるんですか、もう流、そう、なんか流されるままにこうあの何かしなくちゃって思うんですけど、うん、結局何もしないままなんか滝壺に落ちるっていうイメージで、うん、まあ、もしくはなんかこうスクランブル交差点とかで真ん中に立っててこう周りの人たちだけがファッファ動くような、なんか昔の邦楽の PV みたいな、はいはいはい、そういうなんかこうあの疎外感を感じながら前過ごしてるんですけど、はい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 、へえ、でも確かにクリスマスからの大晦日ってめっちゃ近いですもんね。そうなんですよね、1週間でなんか1年がいきなり終わっちゃうみたいな、うん、なんかあれあれって感じですよね確かにそうなんですよ、でもなんか忘年会とか入ってくるんじゃないですか、この時期とか。例えばそうやっぱりまあ忘年会、うん、はい、あと大掃除、うん、あとまあおせちの準備とか、うん、まあ、年賀状とか、うん、はい、まああの細々やることが多くて、うん、まあ、それもあってなんか余計せわしくなると思うんですけど、うん、このクリスマスと大晦日の間のことを僕、クリミソ期間って呼んでてクリミソクリミソになんかこうどうみんな過ごされてんのかなっていうクリミソ期間、はあ、は私ね、クリミソ期間いつも暇ですね。あ、授業がないからですか。あ、つうかあの東京にいる時も。あ、本当ですか。なんだろう、もうなんかさ中堅どころみたいになっちゃうとさ、年末年始の生がなくなっちゃうんですよあ、そうなんですか。仕事が意外と暇で、うん、で一人暮らしだから大掃除するほどでもないでしょ、うん、なんかね、うん、あのイベントなんだろうな、世間ほど焦ってないっつうか、うん、ことに焦っちゃう、何かをせねばっていうなるほどね。あの大掃除ってなんかどこまでやります、皆さん。あ、どこまでやると大掃除かっていうのが、換気扇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 、あ、なるほどな、それ大きいラインですよね、うん、まあ、僕窓拭きぐらいからもう大掃除感っていうか、窓拭きさえやっとけば大掃除かなと思ってやっぱ服とかなんかそういうもの捨てたら僕大掃除してる感じしますけど。ああ、年末結構いろいろ捨てます、ね、捨てますね。あ、なんか物を、破れたパンツとか、私はなんつうの、この背の届かない高さのところをあの人差し指で雑巾でピューってこう横一にピューって拭くとか、はいはいはい、なんの棚の上とか、うん、この3みたいな、ね、カーテンのレーンのとこで、そう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 、うん、あの横に指一でピューって横に引いた時はそこが大掃除なの、 それ大掃除、あのいつもやってない掃除感ありますよね。そうでしょ、うん、でもちゃんと掃除するんですね、やっぱ皆さん大掃除も。うん、まあ、でも人による。僕でも昔一人暮らしの時は全然掃除しなくて、ただもう年末っていうか大晦日にこうファブリーズ巻くぐらいあとこのパソコンのデスクトップの整理、それを思って大掃除と。デスクトップの整理、あ、わかる、指先だけって感じで確かに、うん、スマホとか あの使ってないやつとかも消していけばいいのかなあれゆらゆら揺らして、そうか、それこそ現代の大掃除だ、本当だ、いらない写真を消していかなきゃ、うん、もう入んないんだよ。そうなんですよね。それこそでもその原稿とか
あるじゃないですか。だから年末進行みたいなのでめっちゃあるんじゃないですか、締め切りが。あ、ね、昔あったんですけど、うん、今やっぱもうあの紙媒体自体がちょっと仕事も少なくなってるし、うん、でもきっちりあのみんな休むようになったから、うん、もう早めに、うん、あの年末進行とかも終わっちゃうんですよね、うん、あ、そうなんだ。じゃあ本当にクリミソキマジやることなくなりますね。そうですね、クリミソ暇ですね。じゃあどうするんですか。だからただもう流れが早くなってくるのに身を任せて。あ、でもカナダって僕はなんかこの来る時に思ったんですけど、うんうん、あの大掃除とかします？してないと思う。あの国民性的に、国民性的にね、あんましてない。あ、勝手になんかカナダの年末年始のことを考えながら来てたんですけど、うん、なんかね、カナダつうかバンクーバーすごい地味。あのクリスマスのデコレーションもそんなに、あの 家はしてるよ、家は。だけどあの街とかショッピング街とかそういうのはなんか全然地味、普通と変わらなかった。確かになんかこう、うん、紅白見るみたいな日本のこう定番みたいなのってね、カナダとかないんですか？なさそう。まずね、スポーツがすごいみんなやることが好きなの。走ったりとかホッケーやったり自分たちすごい動くの、うん、だけどオリンピックもあんま話題あんま聞かなかったし、サッカーもそんなに街でわーっていうのはあんま見なかったな。一応カナダ代表出てましたもんね。出てたでしょ。だけどなんかね、私の体感ではそんなにわーって、日本の方がなんかこうワールドカップってわーってお祭りになるじゃん。あ、もうむちゃくちゃ盛り上がりましたよ日本。だよね。はい、なんかあの三笘の1ミリっていう言葉聞いても分かんないでしょう。あ、見た見た、線のラインのあの足でピュッてやったやつ、はいはい、うん、ギリギリ三笘の1ミリギリギリすぎてみんな笑ってたんですよ。三笘の1ミリなんかネタになりそうですよねあれね。で僕勝手にカナダってなんかログハウスのイメージがあって、はいはい、あの ログハウスの丸太を積んでるじゃないですか、うん、あそこすごいホコリたまりそうな気して確かに、あそこ年末にむっちゃ拭いてるんじゃない。あそこ確かにたまる。あとたまってる松井棒みたいなので、だからすごいあのホコリいっぱいたまってると思うから、まあ、みんなログハウス住んでるわけじゃないと思いますけど。本当ね、悲しいお知らせですけどね、バンクーバーね、うん、ログハウスないですよ。あ、そうなんですか。と意外と都市ですよバンクーバー。丸太飾ったりとかしないんですか、門松みたいに。丸太欲しいですか。あとこう餅にメープルシロップつけて食べるとか。それもうバカにしてんだろ。なんかあればいいな、なんか話題があればいいなと思って。なんでもないな。本当に正月あんまね、正月ただただね、うん、地味らしい。でお店も閉まっちゃったりとか。逆にクリスマスはどうなんですか。クリスマスなんかドカンとやるんじゃないですか。そのなんかね、クリスマスもね、ホームパーティー、なんか家族で過ごす。なんかね、朝が早くて夜も早いのよ、カナダっつうかバンクーバー。びっくりしちゃうよ。なんかカナダにこう生ハゲ的なこう斧持って子供を襲うみたいな、うん、ありそう。なんかありますよね、チェーンソーとか持って、ね、あんのかなって聞いたことないな。ベア系じゃないですか、クマじゃないですか。クマ系じゃないですか。あ、クマはね、あのクマはね、本当にね、あの私がホームステイしてたお家に久々に遊びに行ったの、うん、そしたらママがね、あのこの間のスーパーのとこにね、クマが出たっつってね。あの本当にね、クマが身近な国ですよ。それはそう、あ、そうなんだ。マジで。じゃあもう生ハゲどころじゃなく、マジで。生クマが。リアルに、リアルに、あのガサッ、ガサッ。クマ来た。いや、笑えないですよ。悪い子いねえか、やばいじゃないですか。生クマはやばいです。すげえ。人を襲うんですよね。そう、クマが出た。そっか、なんか、あ、まあ、あと日本だとおせち。おせちが、はいはいはい、についてなんですけれど、あの、かまぼこ、うんうんうん、かまぼこがすごいんですよ、はい、あの栗みそきの高騰ぶり、うん、でいつもなんか日頃売ってるかまぼこも売ってなくて、その豪華な高いかまぼこしか、あの細工されたやつですね。あ、1000円くらい、彫刻のような、もう資産として通用するんじゃないかぐらいな。だからもう全部、全部かまぼこで換金して、もうドル建てじゃなくてかまぼこにして貯めといた方がいいぐらいのかまぼこ。確かにすごい、かまぼこアートすごいですよ。うん、え、何かまぼこアート。はい、なんかもう大黒様みたいなのとかありますよね。
うん、ありますよね、もう、うん、おせち用の、はい、へえ、ここまで行くかみたいな、かまぼこ、うん、かまぼこそんな高騰してんの、やだそう、ね、もうカナダも物価めっちゃ高くて大変ですよ、ね、ああもう円安ですからね、こっち、あともうすごいですよ、あの物価が円安でしょ、ダムでみんな、うん、もうだ私今インターナショナルのクラスにいるからさ、うん、香港の子とかいっぱいいるの、もうみんな日本ラブで日本大好きで、うん、この冬年末あの日本行くっつってた、それで買い物するっつって、日本クオリティ高くて安いっつって今円が弱いってみんな世界中知ってるから、そうですよね、もう、うん、もうかなりやっぱり、いやだから日本も結構外国人戻ってきたなと思いますよ、すごい外国を聞きます、あ本当、うん、いやなのでカナダ行ってびっくりした、日本人気にみんな日本好きなのよ、で買い物したい日本行きたいっつってすごい言うよ、あ、うん、チェンソーマンとか知ってますかね、カナダの人、チェンソーマンチェンソーマンってすごい人気の漫画があって、相性良さそうですけどね、カナダと、そうカナダと相性いいなって、ね、チェンソー好きじゃないですか、うん、チェンソー確実に持ってるでしょ、一人一台持ってますよね、まあ、大体一人一台は持ってるねそうですよね、スマホぐらい普及してますよね、本当チェーンソーとあのテント、チェーンソーとテントは一人一個持ってるね、まあ、うん、そうですよね、チェーンソーマンは絶対流行ると思うな、カナダで、こっちはすげえ流行ってますからね、チェーンソーマン、チェーンソーマン知らない、うん、あそうね、日本のなんか、あのこう流行語とかも分かんないんですよね、うん、全然本当にとんと分かんない流行語、本当にじゃあ最後にそれだけ教えて、うん、今年の流行語、はい、ダメよダメダメでした、はい、本当かよ何年前でリバイバルしたのダメダメ、今年からリバイバルになりました、流行語今さら今さらで、はい、月1レギュラー天下正勝さんでした、ありがとうございました、良いお年を、明日は経済学者金子勝さんです